今日はこの家庭用虫の嫌がるテープであります。テープに練り込まれた忌避成分により虫を殺さず遠ざける効果を発揮します。薬剤はごくわずかなのでお子様やペットにも安心ですということでありましてですね、こちらの商品、網戸、玄関、台所に、ご使用いただけます。効き目がなんと120日間持続するという優れものであります。こんなにで、しかもこれ簡単、もう貼るだけということですから、これでもう虫が全て捕まえられるという驚きの商品です。クロアリ、ダンゴムシ、クモ、毛虫、ムカデ。クモめっちゃ出んですよね、ここの事務所が。どっからクモ来てんだろうとかかなって思うぐらい、週1ペースぐらいでクモが出てくるんですよ。まあ別に悪いやつじゃないんでですね、どうしようかなって思っちゃうんですけど、すんげえいるんですよね。はい。ということで、こちら、なんとウェブロックホールディングスのですね、作ったテープなんですね。驚きです。ウェブロックがこんなこともやってるのかと思うわけですが、では、昨日から始めた通り、ウェブロックの株価とともにですね、会社の中身を見ていこうかなと思います。ということで、3月13日、ウェブロックの株価を見ていきましょう。はい、ウェブロックホールディングス、今日は58円高、1676円、3.58% 上昇ということで、高値更新でしょうね。ということで終わっております。上場した時はなかなか厳しい展開でありましたが、週足1年、そんなに長いチャートないので、あ、これでいっぱいですね。じゃあ、日足でいいや。日足で、いつからだったんですかね。7、6。4月2000、去年の4月ぐらいから、ちょうど1年ぐらいかですね。はい。というのチャートになっております。東証2部の銘柄ですが、再上場という形であります。どうしましょうかね。何から話を。ジューシーの中間加工をしている会社なんですね。で、非常に、まあ、ニッチトップな企業です。その割にで、会社の規模も大してでかくない割に事業領域めっちゃ広いっていうですね、なかなか、まあ、個人投資家のがちょっとこう癖のある個人投資家が好きそうな銘柄ではあるんですが、まあ、比較的再上場して新しいんで、ちょっともうちょっと時間経つとそういう方が見つける感じの銘柄になるかなという感じがしますね。これなかなかそうですね、素材っていうところとで、金属加工もやったりとかっていうのもなかなか難しいですね。DMP とか、岡本とか、アキレスとか、そういうところに近い、銘柄かと思います。最初はもちろん繊維から始めたわけですよね。インテリア商材とか、そういうのから始めた。で、そのウェーブロックってもうまさにこう、ウェーブしているその樹脂があって、こう、なんかそのウェーブしていることによって、こう伸びたりする素材になってるって、まあその商品名みたいなところから取ったみたいなんですけど、そのウェーブした糸を入れたフィルムからスタートっていうところですね。で、そのインテリアの壁紙製品とかの製造とかですね、あと樹脂製品、あれですよ、農業で使うビニールハウスとか、そういうやつのネットだから違うのか、網の方かとかですね、あと工事現場で使うこう、あれ貼ってあるじゃないですか、こう防音シートみたいなやつが灰色だったり、ブルーだったりするやつ、ああいうのとかですね。あとはよくわかんないですけど、金属加工みたいなのとかもやったりしてるっていう、なんかよくわかんない会社ですね。はい。で、前、多分やったと思いますけど、3月の傘下、まあ、業務資本提携、しました。で、壁紙の3月です。名古屋城に出入りをしていたと言われている3月ですね。多分、これ銘柄取り上げたんじゃないかと思うんですけど、で、その傘下に入ったことによって、3月、その見本帳を2年に1回作ってるんですよ。で、そこにたくさん取り上げてくれるよってことで、安定した供給先を見つけられたっていうところは大きいかもしれないですね。で、こうさっきのこの虫の嫌がるテープを作ってる会社、これ買収したところなんですけど、大洋化成っていう会社で、これ買収したところなんですけど、これが、こういう話私は好きなんですが、2000、何年だったか、2000年の頭あたりだったかな、に、SBI からちょっと買収を仕掛けられたんです。2003年に買収を仕掛けられたらしいんですよ。で、ウェブロックはもちろん当時上場してたんですけど、で、SBI が敵対的買収を仕掛けてきたっていうところで、ちょっと大洋化成としてはちょっと嫌だということで、このウェブロック、もう当時日本ウェブロック株式会社でしたけど、そこが、ホワイトナイトで、買収したっていう、そんな経緯です。で、その後、持ち株会社になって、で、あと科学のインテリアの部門買ったりとかですね、して2009年に非上場になりました。1回、MB をして、で、その後、2015年3月との資本業務提携とかを経てですね、去年再上場という形ですね。で、昔は、なんか、こう、社長が結構主張してたのは、昔はその創業者のもと、創業社長だと、やっぱりそれはもう皆さん、はい、わかりましたみたいな、ピシッみたいな感じになるんですけど、多分、今の現社長はちょっとそういう感じを見て、あんまり良くないなって思ったんでしょうね。ちょっとそういう感じは方向性には持っていかないっていうところの意思表示は強く感じたところでした。っていう、なのでインテリアとかは、やっぱり昨日もそんな話でしたけど、住宅着工とかの、それなりに、相関性が高いっていうところだったりするんでしょうけど、それだけじゃない、なんかいろんな網、ネットを作ってたりとかっていうこと。そうですね。これ、だから、網戸の網ももちろんたくさん作ってるんで、これも住宅着工、いろいろ関係あるのかもしれないですけど、で、これはすごく偉いもんで、供給体制、優しい会社なんですよね。その、ホームセンターとかに置く網が、いろんな網があるじゃないですか。で、基本的に防虫網だったりとかっていう部分が大きいんで、で、天候のこう差が出るわけですよ、その年によって。で、夏が暖かい方が、で、太陽が出てる時の多い方が売れるわけなんですけど、ホームセンターに、それなりに在庫置いといて、で、売れなかったもの全部回収するっていう、本屋さんみたいな仕組みです。で、次の年になっても、網のトレンドなんて変わらないんで、今年はこのブルーの網が流行りましたけど、今年はこのレッドの網がみたいなことはないんで、それをまた翌年ね、自分のところの、在庫として抱えてしまって、で、翌年ちゃんとまたそれをね、出せるっていうことなんで、そういうちょっと特殊な供給体制をとっているところも結構、小売店には喜ばれているところみたいですけどね。して、自動車、車載部品とかも作ってるっていう、何屋さんなんでしょうって、私が言える話じゃないんですけど、とかですね、自動走行向けの技術とかですね、技術とか自動走行向けに、そのレーダー波を阻害しないようなエンブレムを作るとかですね、そんなことをやったりとか、ホイールのキャップとかですね、そういうのを作ったりしております。そうですね。セグメント別の損益推移を見ていくと、インテリアはやっぱり3月グループに入ったことで堅調に推移しているよと。2017年7月に発行された3月の見本帳へのその取り上げられている点数が増えたということで、今期さらに寄与するでしょう。あと、網関連、生産効率の向上、中国東南アジアにおいて防虫資材、借光資材による農業試験を展開。そうですよね。そう、海外向けがやっぱり増えていきそうですね。中国、東南アジアだって当然、農業が増えていくとかですね、虫と戦わなければいけないこの新興国って問題、大きな問題点がありますから、海外向け結構こういうところは堅調なのかもしれないですね。産業用資材、防音とかですね、あと防煙とかね、煙を防ぐようなシートとか、そんなのが売れたりとか、あと間仕切りシートとかですね。あとコンビニエンス向けの食品容器とか、ヨーグルトの容器とか、そんなのも作ってるっていうですね。ことであります。あと金属加工とか、それ系。アクリルポリカーボネート。はい。ということ。だから、そのアクリルの、その表面は硬い、でも割れやすいっていう、このメリット、デメリットと、このポリカーボネートの柔らかいけど丈夫っていうところを合わせたようなシートが非常に、まあこれから伸びていくんじゃないかと思っていたんですが、中国での販売不振みたいなのがあったっていうようなところなんですね。で、車のナビ向けにそれを搭載するとか、そんな方向性があったりするんです。株主還元ですが、負の連があるんですね。負の連が毎期4億円ずつ償却されていくということであります。これで利益が乗っかっていくってことになるんですね。で、この分が配当に乗っけられると。ということで、配当成功が 30% になりますよと。今期、上期が12円の配当でした。下期、なんだこれ見にくいな。10月の末に12円を予想していた期末配当13円に1円増配しました。今期どうなるでしょうか。25円でそのままいくか、もう1円ぐらい上がるのかというところであります。そんなことです。市場、マーケット自体は成熟しちゃってる市場なんですけど、だからこそそこでトップシェアを持っているということが、なかなかこう、盤石な財務体質、経営体質にしてくれていると、そんな捉え方でいいのかなと思います。はい。そんなウェブロックでした。